皆さんこんにちは、ミャオフォー散歩でございます。こちらがですね、タコの像です。前回の動画のタコの像は西港って書いてありましたけど、こちらはね、東港ですね。こちらの方ではね、左手を上げていて、で、西港では右手を上げてるっていう違いがあるそうですよ。まあマニアックな話なんですけどね。場所はこの辺りということですね。で、この近くでこの島に来たね、目的の一つ、タコを食べるというね、イベントが行われるわけですよ。先ほどのタコからぐるーっと見渡してすぐ近くにですね、まあ、これは港ですけれども、この辺にですね、食事できる店がですね、いくつかね、並んでいると。この辺はね、お土産かな。あとこの辺はもう食事できるお店ですね。迷っちゃうんですよね、たくさんお店があるとね。佃煮とかちりめんとかね、書いてありますね。私そういうのもね、実は大好きなんでね、本当はね、何にも知らなかったら食べちゃうとこなんだけど、この島はね、まあ、タコの島だっていうことなんで、最初からね、タコ一択でね、考えてました。意外にいろいろあるんですよね、刺身とかね。こういう感じでいろいろねあるんですが、まあ私はね、実はね、もう食べるの決めてるんですよ。タイ回廊ですね。このお店もですね、ネットで調べるとね、大体出てくるお店です。で、私はね、タコ釜飯をね注文したんですよ。こういう感じでテーブルの上でですね、一からね炊くというね、そういう方式です。なので出来上がるまでにね、結構時間かかります。もうね、出来上がったのが出てくるよりもこういう方がね、ちょっとやっぱり面白いですよね。時間があるときはね、こういう方がいいかなと。で、炊けてくるとこうなります。ここまでにね、結構ね時間かかるんですよ。逆から映した動画も見ていただきましょう。こういう感じですね。煙出てますね。煙というか湯気というか、結構ねこれからね、またね時間かかるんですよ、意外に。そしてやっとね、湯気がね小さくなってくるんですが、ここでね火を止めるわけじゃないんですね。で、これはまだ開けちゃダメです。蓋はね、自分で勝手に開けちゃダメなんですよ。しばらくするとお店の人がね、味噌汁を持ってきてくれるので、そこからオープンです。こんな感じですよ。どうです、米にね、赤いねタコの色がね映ってるんですよ。手前にはね、だしのための昆布が入ってますね。これはね、照明の関係じゃなくて本当にね、こういう色なんです。タコの色になってるんですよ。どうです、これ美味しそうでしょう。こうやってね、茶碗に継ぎまして食べるんですけどね、非常に美味しいんですよ。これがタコから出汁って出るんでしょうかね。まあ私ね、ちょっと調べたらタコにはね、タウリンっていうのが入ってるそうですよ。それが何の役に立つかよくわかんないんですけど、多分ですね、ビールでやられてる肝臓ですね、私の。それをね、タウリンが修復してくれるんだと思います。今までね、ビールで痛めた肝臓、完全に回復した感じしますね、これで。もうこの後ね、爆速で食べちゃいました。期待以上に美味しかったです。皆さんにおすすめするのは、何人かで行った方がいいです。一人だといろいろ頼めないじゃないですか。タコ釜飯ができる間に刺身を食べたりとか、そういうね、パートナーとかがいるとより楽しめるんじゃないかなと思いました。つまりはですね、彼女がいたりとかね、お嫁さんがいる方がこの島楽しめるってことですね。やかましいわ。ということで、次回は篠島のレポートでございます。また次回お会いしましょう。ジャパニーズ速報。